韓国のムンジエイン大統領が4日、慰安婦被害者らを青瓦原台に招待した。ムン大統領はこの日、慰安婦被害者らをはじめ、ユンミヒャン、韓国低身体問題対策協議会共同代表らと非公開で昼食会を行う。この場では外交部のタスクフォースの、 1228韓日慰安婦合意調査発表に対する意見聴取が行われるものとみられる。慰安婦被害らが単独で青瓦原大に招待されたのは今回が初めてだ。